ブラームスのバイオリンコンチェルトなんですけれども、私が高校の頃ですかね、たまたま訪れていたアメリカの音楽祭で、コンチェルトコンペティションっていう、コンクールがあって、それに優勝するとオーケストラで共演できるっていうようなことがあったんですけども、それにチャレンジしてみようと思いまして、受けたところ、共演させていただける機会ができた。ですから海外で大きなコンチェルトを弾いた初めての作品がブラームスのバイオリンコンチェルト。ブラームスという作曲家、ちょうどその頃ですね、ここ2年生だったんですけど、いろいろ室内楽とかそういったことを少しずつ始め出した時期で、ブラームスの室内楽の作品にすごく惹かれ始めていた時で、ブラームスのバイオリンコンチェルトというと非常にバイオリニストにとっても大曲なんですけれども、この曲にぜひチャレンジしてみようと思って、その時一生懸命勉強していたわけなんですけれども、憧れのその曲を、オーケストラと音を合わせた時に非常に感激したことを覚えております。で、その時からですね、本当に今までいろいろな機会でこの作品を演奏することができたんですけれども、一緒にその自分の音楽人生を共に歩んできた作品の一つになるかと思います。で、このコンチェルトは非常に、バイオリンコンチェルトなんですけれども、もうすごく作品の描かれ方がシンフォニーを思わせるような、すごくオーケストラの編成も大きいですし、バイオリンだけが華やかに浮かび上がるというのではなくて、本当にオーケストラとそのバイオリンの層が一体となって大きな音楽を築いていくっていうような、ね、なんかそういった作品でもありますので、とても引き換えがあるんですけれども、バイオリニストにとってフィジカル的にスタミナ勝負というか、やはりその1対その大きなオーケストラの中で厚みのあるオーケストレーションですので、それにバランスよく奏でていけるような、やっぱり体力的な部分っていうんですかそのところも何か問われる、非常に問われる曲ではあると思うんですけれども、そういった交響曲のような部分と、あとその細やかなね、各いろんな管楽器とのやり取りだとか、アルケットのやり取りだとか、室内楽的な面ですね、そういったところも弾きながら味わえる、楽しめる曲でありますので、何回弾いてもチャレンジではあるんですけれども、非常に楽しみにいつもしている曲の一つになります。今回ね、本当に期待の若手と言われている新人の、熊倉さん、まだ本当に若くていらっしゃるので、私にとってはなんか息子のような感じなのかなと思ったり楽しみにして、音楽を演奏、一緒に演奏する時っていうのも、年齢がどうのってことはもう一切もう忘れてしまうんで、あまり関係ないんですけれども、でもとても楽しみにしています。4月から大学で、今まで時々マスタークラスとかそういったことは機会あるごとにやってきたんですけども、一応フルタイムという形で教え始めると、今年はたまたまコロナ禍になってしまって対面レッスンというんですか、そういうことができない状況にはなってしまったんですけれども、私にとって教えるということは基本的にもとても好きなことなんですね。それはなぜかというと、何か教えるということは それぞれの生徒の持っている問題であるとかね、どうしたら演奏になるかなとかって、そういうことを考えながら、自分も生徒と一緒になって考えて問題を解決していったり、何か生徒のそういったことを見ながら自分自身のやっぱり問題を見るような、その客観的にね、自分自身を客観的に見てどういうふうにしてるのかなとか、いろいろ分析しながらどういうふうにするといいのかなっていうことっていうのを改めて自分自身も見直すというか、毎回レッスンをするたびにいろんな気づきがあったりとか、私なり今まで、いろんな国でいろんなオーケストラだとか、いろんな指揮者の先生とか、あるいは室内楽の学祭とかに参加してとか、そういった、いろいろな現場を体験させていただく機会に恵まれたと思うんですけれども、そういったところを一つ一つのステージから学んだことっていうんですか、そのことを今ね、将来夢を持って勉強されている生徒さんたちに実体験を
こうなんか伝えていくっていうんですか、そんなこともできたらいいかなと思って、生徒からもエネルギーをもらってますし、いい勉強になっていますし、これから本当に今すごいいろいろなメディアとかでいろんな録音を聞けたり、いろんな勉強ができると思うんですけれども、これからねこの日本からそのクラシックの音楽を発信できるようなできたら、ね、いろんな本当に国際的にね活躍、されるようなアーティストの方がどんどんねこれから出られていく可能性があると思いますので、将来夢のある将来を作れるように自分自身も努力したいと思っています。本当に世の中がねコロナ禍で、大変なことになって、私も計画されていたコンサートですとかそういった機会も延期になったりキャンセルになったりと、そういうことがありまして、なかなかそうですね半年ぐらいこう実際のステージを踏めなかったり、お客様がいてのステージっていうんですかね、それを踏めなかったりしてきまして、でやはりまあ自分の中でも、まあ、バイオリンの通しですけれども、音楽を表現するっていうことは自身こう生きてるっていうことを感じられる、とてもやはり大切なものなんだなということを改めて感じましたし、この大変な中いらしてくださるお客様にとってこのひとときが本当に大変なことを忘れて、本当に音楽の世界でね皆様と一つになれるような音楽作りが、音楽をお届けすることができたら、あるいはそういったコミュニケーションでできたら素敵だなと思って、それで、まあ、今回ね私もすごく大切に思っている作品ブラームスの、バイオリンコンチェルトを演奏させていただける機会に恵まれて非常に楽しみに、しておりますので、皆様いらしていただけましたら嬉しいです。